どうも、シルクロードでーす。あった。あのね、まあ中華まんの一種なんですよね。肉まんまんとかの、まあ、中華まんの一種のこのね、ファミマから出てる中華まんに面白いのが出たと情報を聞きましたので買ってきました。熱い熱い、ドン、ウォーズマン、イエーイ。かわいい。このウォーズマンは筋肉マンっていうね、まあ、ゆでたまご先生の書いた大人気漫画なんですよね。の、まあ、その筋肉マンに出てくる、まあ、超人なわけですよ。ウォーズマンっていうね。このウォーズマンね、最初はね、めちゃめちゃ強いキャラだったんですけど、後々になんか微妙なかませ犬感が出ちゃってね、ちょっと自分としては残念なキャラクターなんですけど、まあ、ただね、筋肉マン2世っていうアニメがやって、そこではね、ケビン・マスクっていうやつの師匠としてね、クロエだっけなっていう名前でまた出てきて、その時はちょっとね見直しましたね、うん、まあこのウォーズマンね、まあ食べていきたいと思います。いやー懐かしいね、筋肉マン。あっ、僕の世代は2世世代なんですけど、1世の最初の初代の筋肉マンもちゃんと見ました。あっ、いただきます。ウォーズマン、あっ、やべえ、ウォーズマン強え。はぁ、髪にへばりついて片目がなくなった。俺のウォーズマンの片目を返せ。ああ、目がこんななっちゃった。ああ。いただきます。うん、カレーだ。うん、ブラックカレーだねこれ。うん、ホクホクだ。湯気見えるかな、伝わるかな。熱いんだよこれもう今。ちょっとこの黄色のところの味が気になるね。無味。特に色が違うからといって味は違わないようです。まあそりゃそうか、いちいち味変わってたらね、世話しないったらあれしないから。味濃いね。この色さ、黒ごまかと思ってたんだよね。したらそんなことなかった。ちなみにウォーズマンの全身はこんな感じだね。うん、この片手にね、ベアクローっていうね、これわかるかな、ベアクローっていうね、手につけるね、こうクローがついてるんですよ。鍵爪みたいな、こういう、こんな、こういう感じで、こうガッって感じだね。ガッ、右手にこういうのがついてる。さ、パンスペシャル、スクリュードライバーベアクローフィニッシュ。まあ今みたいな技があるんですよ。代表的な技はさっき言ったね、スクリュードライバーとパメラアンダーヘアじゃねえやそれ違う、オカマの名前だ。なんだっけ、なんだっけ、あ、パロスペシャル、パロスペシャル、そう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 、パロスペシャル。あのパメラアンダーヘアさんの方のぜひ調べてみてください。めちゃめちゃ足の速いオカマです。うまいねこれ。180円、値段的に言えばそうそうぐらい、普通ぐらいですね。季節的に寒いからね。大丈夫ですか最近、ちょっと風も冷たくなったりコロ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 変わるんでね、風にはお気をつけください。ちなみにね、冬とかね、自分が皮とか入ったりしちゃってるんですけど、実は寒がりです。今ウォーズマンの頭頂部に立ちかかってます。お、あほー、あこの筋肉マン、まあファミマと筋肉マンのコラボ、筋肉マン、このウォーズマンが第1弾となります。なのでね、これからももしかしたらいろんな悪魔超人たちの、まあ、肉まんとか、なんとかまん、中華まんがね、発売すると思うんですけど、次当てよう。これ当たるかな？何がいいかな？じゃあ個人的に好きな、ズバリ、ラーメンマン。いや、ラーメンマンあるでしょ。食材だしね、まず、そもそもが。あの、中国4000年の歴史あるよとか言ってね、相手をね、麺の生地にしちゃうんですよ。あれはチートでしょ、さすがに。技どうこうの問題じゃないの。あれはずるいよねえ。人体構造をそもそもから否定しにかかってるからね。中華まんの中にこう麺が入ってきたり、焼きそばまん的な感じみたいな感じで、まあ多分ラーメンまんっていうのができんじゃないかな。次はラーメンまんかもしれませんね、第2弾。ってことで、まあ味は本当に、うん、美味しいね。カレー好きならね、一度は食べるべきです。自分結構カレー好きなんで大好きですね、この味は。あと筋肉マンね、漫画の方も面白いので。あとね、2世はアニメでずっと見てたんですけど、2世も面白かったです、うん、オープニングがかっこいい。ツーバン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 、ドゥザマッソ、うん、あのオープニング大好きだった。うん。
舌やけどしたっぽい。ということで、今回はファミマとゆで卵さんさんちゃうわ、ゆで卵先生の代表作筋肉マンとのコラボ、その名もウォーズマンでした。アデュー。